はい、こんにちは、ゴールドです。前回なんですけど、イニシャル D のペイントしたカーリバリーの仕方と、今後実装されるであろうシゲの周一モデルの1万1000回転回る AE86、 その画像をね、ネットで見つけたので紹介したんですけど、それの動画を見てくださったリスナーからこんなコメントをいただきました。これですね、オートポリスのジャパニーズクラブワンカップで CPU が使用してましたと。これすごい情報ですよね。もうびっくりしました。オートポリス、今からちょっと行って、シゲの周一モデルあるのかちょっと楽しみですね。確認しに行きたいと思います。おう、あれ、あ、ちょっと待って、早速あるんじゃないこれ。4つ目にスプリンタートレ、ちょっと待って、止まって、スプリンタートレノって書いてあるよ。え、このモデルがそうなんじゃないの。いや、ま、やりましょう。暗い夜、はい、夜の人たちはね、ちょっと待って、いや俺運転は下手な、運転は下手やし。そうか、リプレイで 見ましたってコメント欄くれてきたから、これをゲームを終わらせてリプレイを見るようにしなあかんねんね。ちょっと待って、おっせえな俺の車、セカンダリータービンが止まってんじゃねえのか。うわー、すげえ下手俺。それは仕方ない、このグランツーリスモのスキルをもう完全に俺はもうリバリーに振ってるから、リバリーに能力を振ってるから、もうちょっと運転のスキルが下手では下手なのは仕方ない。それはこっちはどうなん、エイトレノで、シゲノって書いてある、で、シゲノって書いてある、ほんまにさ、ごめん当たった。ちょ、お前匠なんか、おい中身持ってるやつ、おい匠そんな顔してたか、ちょっと振りが深いな。え、ちょっと横見れへん、横見たい、俺の行かせようと、ちょっと待って、抜かしてもらった。いや、じゃあね、これ俺今3位以内に入らなあかんねん、これ確か。ちょっと待って、まあリプレイでゆっくり見よう。リプレイでゆっくり見ましょう。おい、ちょっと待って、おい、やべえ、こんな下手でもグランツーリスもやってる人いるんですね、とかってコメントに書き込まれそう。やってるんです。よっしゃ、はい、ゴール1。来たよ、リプレイ、どれや、これや、これ、こんな風にして見れるよ。ちょ、すごいんやけど、これ、ここまでこのシゲの周一バージョン情報なんてなかったよね。これちょっと写真撮れるみたいか、撮ろうっと、レンダリングしてます。はい、あ、めっちゃかっこいい、何これ、めっちゃ走ってるみたい、これええわ。ちょっとこれ BGM が入ってるから著作権引っかかるかも。あ、ちゃんとコップ置くドリンクホルダーがあって、こっちにもタコメーターが、トレノのメーターはこんなんじゃないよね、きっと。横についてんのは何、ターボメーター、タコメーターのことこんなに詳しくないから、 2D のイニシャル D のメーターと全く再現されてんのかな、アニメのとちょっと一緒に出してみようかな。アペックスって読むんやったかな。でももう令和の時代はもうエイペックスよね。いや、これどこのゲームサイトにもまだ出てないんじゃない、これがそうだよっていうの。ゴールドが推薦するカーリバリーでペイントするだけじゃなくて、これがちゃんとしたイニシャル D の仕様、完全なるイニシャル D の仕様ということでね。はい、今度はジャパニーズクラブマンカップ2戦目走ります。おう、いや、
ばいやばいやばい、ごめん、ダブルクラッシュといこうか、ごめんね、よいしょ、あ、車もらえた。ナイトキッズ中里モデルちゃん、これラッキー。ワウ、あの車を使って走りたい人いっぱいいるでしょうね。あ、もうなんかゲームやけど、ちょっとゴールで下手すぎて、今もう息切れてます。なんかもうすごい疲れた、マジで運転してるみたいになった。中身見ましょうか。中身もね、これが、86の、イニシャル D 仕様、シゲの週1バージョンの内装、タコメーターね、あ、こんな感じやったかな。ちょっと見比べてみないけど、見比べてみないとちょっとどこまで完全に一緒なのかわからないんですけど、ちゃんと見えますね、綺麗にドリンクホルダーも。あそこに匠がいつも持ってる紙コップも置いといてほしかったね。どちらかといったら紙コップに持ってたら水入れといてほしかった。ここいいね、ここ、あ、ここいい、あ、ここにしよう、カメラ、あ、いいね、いいね、これ、え、いいね、 GR86 ってこれなんとかゴースト、 MF ゴースト名前なってんのかな。これちょっと今調べてみたら、後ろについてんの、あの MF ゴーストの86に見えたから、あ、その86かと思ったけど、ここに GR86 って書いて、あ、これでも MF ゴーストのあの86じゃないなって、あ、これ似てるけど全然違う、なんやろこの車と思って調べたら、これも86なんやね。2021年に発売されたモデル、それを GR86 っていうか、もう全然車のことは知らんかったから、これも86なんや。もう見た目も前の感じ、なんかもうポルシェっぽい。今なんかリプレイ見たら、このこれかっこよくない、これライトつけて走ってんの、これちょっとかっこよくない、写真撮ろう、これありやな、このグイーンって曲がってる感じ、サムネイルこれにしよう。めっちゃ今回ね、視聴者に教えてもらった情報で1万1000回転回るシゲの週1モデルを、実際に拝見することができました。ありがとうございます、教えていただいて、はい、なんかすごくね、興奮して、自分の下手な運転を皆さんに見せるようなことになってしまいましたけれども、こうやって体験できて面白かったです。またね、車のこと全然詳しくないんで、コメント欄でいろいろ教えてもらえたらと思います。今回の動画いかがだったでしょうか、まあ、ちょっと面白かったかなと思ってたら、ぜひ高評価よろしくお願いします、はい、次回も何かね、面白いことを見つけたり、リバリーでね、なんか面白いの作れそうだったら、また動画投稿したいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。そしたらまたね、バイバイ。